英語行こう。英語ダメなんやって。英語行こう。ちょっと待って。俺本当に英語ダメなんや。もう先に本当に英語ダメなんや。今日行っちゃおう、今日最後。高校1年生の時に中学1年生の妹に英語を教えてもらうぐらい英語ダメだからさ、本当に。でもそこがお前の強みじゃん。高1の時に中1の妹にさ、英語教えてくれっつってさ、英語教えてもらってたぐらいだから。ダメなんや、俺。本当にできねえ、英語。ちょっと待って、英語クイズ探すわ、じゃあ。英語行こう。英語。クイズ。英単語クイズ。妹に。単語のレベル戦。妹に食いついてるな。妹いるのか。中学校1年生レベルでやる？なんでもいいぜ。なんでもいいぜ。任せるわ、お前に。中1レベル。解消したの？浜口の再来。浜口の再来だな、これ。行こうぜか、英語。英語行こう。やべえ、これ。じゃ、これほんとやりたくねえ。いや、こう、行こう。これマジわかんねえ。頑張ろうか、最後に。これわかんねえ。これちょっと待って。うわ、高3とかにしときゃよかった。高校3年なら分からなくても大丈夫やってろ。そこがミソよか。これ中学1年で分かんなかったら俺多分本気でバカにされる、これ。そこがミソよ。やろうぜ。じゃあ、いいんだよ別に。立派な大人じゃねえか、お前は英語はできねえけど。ちょっと待って、分かんねえ、マジで。文字化けしとる。全然読めん。何々が好きです。何々のようだ。ライク来なかったらミソだ。好きって言葉ってライク以外俺知らねえんやけど。で、ライクってどういう字だったっけ、まず。それがまずわかんねえや。ミュージックは音楽だから絶対違うから。賢い。ライクのスペルがまずわかんねえ。1か4やと思うんやな、多分。いけか。お前の本。1か4やね、おそらく。本物の。お前を見せてやれ。じゃ、好きって言葉がまず、like 以外知らねえんやな。like と love ぐらいしか知らねえわ、まず。かっこいいですって。何々のようなとかも、そんなわかんねえしな。好きなんて言葉、like 以外。愛を語らねえけど。ないや、むしろ。like か love ぐらいしかねえ。もう言うねえ。ちょっと待って、1か4やねん、like って多分知ってるわ。だからもう like 選べよ。心配になってくるよ。でも多分、愛が入ってるから、ここに。ラ、イ、クだから、ラ、多分、この L がラでしょ？じゃ、加害者。I がイで。キャプチャのさ、ね、で、これ K って書いてあるけど、多分これがクになるんやろな。多分、だから多分4だと思う。俺もさ、文字が化けてて見えねえから。これだとラケやもんな、ラケ。俺も読めねえから。正解これ。おめでとうございます。正解してる正解してる。正解率 93.6% だってよかった。正解してる。あ、これ全画面取り込まないとダメや。我が子を見守る母のような気分だ、今俺は。我が子を見守る母のような気分だ。フラーズ全部取り込まないとダメや。行くぞか。真のお前の強さを見せてやれ。130秒やって。でも、間違ってる人もいるから、まあ正解して OK やったやろ。テラポジティブ。ボール、玉、球、マリ、これはわかる、4やろ。見えねえよか。正解したの、これ。か、見えねえ。正解してる。か、見えねえ。46秒。オッケーオッケー。スカイプであれするわ。見えねえって言うわ。どういうこと？まず問題の意味がわからん。夕食イコール。急ぐ、待って。チャット送る。見えないよ。キャプチャの取り込みしっかりって。夕食イコールスーパー。急ぐ、待って、安心しろ。多分正解。もうちょっと拡大できんだろう。あ、正解してる。正解。97.3%。地図、マップ。正解。いいね。風呂、バス。ブスですよ、母さん、それはブス。惜しかった。なんて。ブスですよ、母さん。え？バス選んだよ、今。TH ですよ。ちょっとどんどん行こう。
叫ぶ、電話する、訪問、立ち寄る、通話、コールやな、これ。おめでとうございます。オッケーオッケー。夕方晩、来るで。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 デイとナイトは違う。モーニング違うから。来るで。イブニングかアフタヌーン。期待を応え、あいつが超えた期待に応えるで。どっちや。多分イブニングかアフタヌーンのどっちかやねん。来るで。超高。来い。夕方。来い。夕方。夕方はもうナイトじゃねえの。あ、ナイトじゃねえ。晩やし。アフタヌーンとイブニングわかんないけど、ナイトやろ。引き見せろ、お前の。あ、なんで？おめでとう。え、何やったの、答え。教えません。イブニング、わかるわけねえやろ、誰がわかんねえ、そんなこと。お前今、780人ぐらいわかってたぞ。誰もわかんねえよ、あんなもん。780人わかってたぞ。文通友達、ペンフレンド。おめでとう。ペンフレンドやろ。アントが言いました、アント。そんなもん誰でもわかんねえけど。はい、来ました。俺これできねえや、マジで。はい、来ましたよ。これ恥ずかしいですよ。すんだ。俺、もうこれ全部わからん。4月、1、2、3、4、5、すべてわからん、俺これ。俺これもうわからん。これはもう本当にわからん。これマジ勘になるぞ。待って、お前、エイプリルフールって名前なんてお前わかるだろ。かよ。これもう1、2、3、4、5、全部何月かわかんねえもん、俺。いける。はい、行こう。確かさ、中学の時教えてもらったやな。うん、多分、ジャニアリーと、フェブラリーは、多分、10月、11月、12月のどれかやね、この二つは。ほう。はいはい。だから、この三つやね、おそらく。あ、はい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 。うん。惜しいな。え、ちょっと待って。かよ。2ヶ月お前は、早く生きてるな。この3つどれかなよ。2ヶ月早いな、お前は。人類よりな。ちょっと、オーガスやろ、これ。オーガスやろ、これわかんない読み方。オーガスやねんけどさ、これ、オーガニズムにも見える。くだらん。あ、ちょっと待って。あ、わかった。これ、ちょっと待って。これ10月や、確か。はい、8月涙目。これ。はい、死亡8月。これ確か10月なはず。お前、全8月生まれをバカにしたぞ。これ確か10月やから。答えを導き出してる、こいつは。2分の1まで絞り込んでるぞ。さすがだな。で、この2つのどっちかな。全部2ヶ月ずれ。計算か？これはまさか。ちょっと待って、メイ。計算なのか？メイ？ちょっと待って、メイ。メイ。ちょっと待って、どっちもなんかさ、なんか前半週がするやん。1月、2月、3月、4月週がするやん。どんな週だよ、教えてくれ、それ。うわぁ、でもこっちが4月。どんだけ兆候すんだ、お前、言ってくれ。いい、選んでくれ、ここは。こっちはなんかさ、1月とか2月っぽいような気がする。じゃ、まずエイプリルを読めんか。確かね。多分1月か2月くさい、こっち。エイプリルって読め。多分1やと思うよな。これ1月か2月で、ほんでこれ10月でしょ。4が10月で、で、これ2つが10月、11月、12月のどれかだから、これとこれがおそらく11月、12月のどっちだかで。いいね、いいね。消去法で結構来てるよ。だから、これが多分、1月、2月のどちらかやから、これしかないやろ。え？ちょっと待って、答え見よう。これもうわかんねえ、これ仕方ねえ。こんなん答えられねえ。惜しい！惜しい！惜しい！惜しかった。なんで惜しいって。惜しかったー！待って、惜しかった。
二択まで言ってたの正解やったな。他の月あったのだ、多分。ペンクローして答えるじゃん、もうお前。お寿司って何、お寿司、乳牛、脅かす、脅す。飼う。犬、アニマル、違う。ホース。あ、ホースやろ。え、まあ、もう当たり前の、なんで、馬じゃねえ。当たり前のようにホース来るわな。書いてあったよ。あ、牛じゃねえよ。ホース馬や。当たり前だよ、こんなの。蚊に失礼だよ。こんな問題。ホース馬だ。答えるわ、蚊はホースって。失礼だよ、この問題が。んーで、うわ、もうわかんねえ。うわ、もう全然わかんねえ、これ。立ち去る、出る、出発する、起き、忘れる。プレイは何々する。が違うと。これ3番何これ ?3 番なんて書いてあるか読めねえか。ランを走る。スピークを喋る。カムスピークか。スピークらしい、これが。1か。リーブ、さすが、先生。ほら来た。およそ約。うわ、これアバウト、わかるよ。アバウトや。アバウト、アバウト。さすが先生。オッケーオッケー。で、夢見る。夢を見る。ドリーム、ドリーム、ドリーム。先生。オッケーオッケー。新しい、ニュー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 。まあ、これは楽だ。来たー天敵が来ました。だ、わかんねんやってー天敵が来ましたよ。わかんねえんやって、俺月言われても。超えろか。マジで。自分自身を超えろ。ああ、わかったセプテンバー、ちょっと待ってよ。競馬でセプテンバーステークスってあるから。ちょっと待って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 。フェブラリーはフェブラリーステークスがあるから2月や。いい読み、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 いい読み。いい読み。で、セプテンバーは、あれ、競馬いつだったかな、セプテンバーステークスってあるから。カイジかよ、おめえは。ちょっと待って、セプテンバーステークスっていつだったっけな、あれ。すげえな、これな。待って、10月とか年の瀬に近かった、10月とか11月ぐらいだったよな、確か。やっぱギャンブルになると一気に鋭さが増すね。セプテンバーステークスって確か10月、11月、どっちかだったような気がする。だ多分これちげえわ。おう、いい読みだか。いい読みだぞ。さすがじゃ。待って、10月、あ、多分11月なの。セプテンバーステークスが11月で、オーガストが10月でしょ。で、ジャニアリーが1月、2月、ちょっと待って、11月、12月が多いような気がするんやけど。11月、12月が多い。確かにね、ここオーガストになんとかたどり着いてほしいよな。でもこれ消去法で考えたら5しかねえな。なんか、奇跡起こせ。奇跡起こせ。え、何？マジで。何が正解？ええー、オーガスト8月とかねえわ。オーガストの言い方はどう考えても、オーガストの発音はどう考えたって10月やろ。おー。すごいわ、ね。待って何だよ、発音が絶対10月やん。何理論だよ。バスはブッドって書いてバスやってる。ほら、間違った。ちょっと待って。あれ？バスはバスか。あれ違った？あ、バスはバスらしい。いただきました。ブッドって書いてバスやった。いただきました、皆さん。ブッドって何やったっけな？ブッドいただきました。あれ、なんか俺そうやって習ったような気がする。ブッドって書いてバスやったような気がするな。あれ、ブッドって書いてバスじゃなかったかな？集中するとかも分かんない。天才的だな、ほんとに。あ、コレクトか。コレクターって言うんだ。天才的だな、ほんとに。オッケーオッケー。第18問。日本、ジャパン。言葉単語。これもちょっと楽しみだね。あーら、え？ワールドはだから世界でしょ？ワールド世界、ちなみにこれワードな。レター、手紙、イングリッシュ。ちなみにこれワードな。みんな文字詰めて。あれ ?3 じゃねえ！なんで？世界、ワールドって、じゃ、笑っちゃ失礼だよ。しょうがない。これはしょうがない。しょうがない。お前だけじゃねえよ。ワールドって世界とかっていう意味じゃないよ。うん、いいじゃん。手袋。グローブ、グローブ。くす。よし！
しゃハンズ来ると思ったんだけどな。ちょ、成績見して。ん？これはいいのか？よくねえだろ、どう考えても。お前中1と争ってんだぞ。20問中、正解中3、正解率 65%。え、53,674 人中、57,14 人。え、ちょっと待って。待って、ほとんどのやつ。ちょっと待って、これ、映すわ。ほとんどのやつ、全問正解してるんやけど。当たり前だよ。ありえん。